3% 下がったらもうクビみたいな。カラッパから、皆さんこんにちは。うまちゃんこと経済アナリスト馬渕真理子です。このチャンネルでは金融に関わる情報や株式投資のトレンド、皆様からのご質問にお答えします。馬渕さん、視聴者様からの質問なんですけど、うん、リセッションはどうなのっていう多いんですよね、コメントでも、うんうん、ずっと1ヶ月2ヶ月この話題尽きないと思うんですけど、うん、最近の進捗をちょっと教えてください。はい、アメリカ経済が景気後退するのか、リセッションになるんですかっていうことですよね、はい、でこれ実は日本を代表するような大手の金融機関のアナリストの方々にいろいろ聞いてるんですよね。どうですか、どうですかって聞くと、ある方はいやそれは来るでしょ、何言ってんのっていう、リセッション来るに決まってるじゃないっていう人と、ある人は来ないでしょと、今の指標を見ててそんなに悪くないよねっていう、代表するアナリストですらそんだけ意見が真っ二つっていう感じですかね。全然わかんないみたいな。わかんないというか、彼らはもう明確にシナリオがあるのよ。こっちの人はこうでこうでこう、こっちの人はこう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 っていうロジックがもうバジッとあって、明確にあるなしを言ってますね。実際のこの数字っていう部分はどんな感じですか。皆さんの共通認識です。どっちの立場の方もアメリカの GDP の成長率が2四半期連続マイナスになりました。これはテクニカル的に景気後退のサインですよっていうのは どんな方も認識してます。 GDP2 四半期連続マイナスなんだから、うん、これは景気後退のサインですよと。だからもちろんアメリカ経済は一旦は景気後退に入るでしょと、こんだけ利上げしてるんだから入るに決まってるじゃないっていう人と、いやいやそうだ、テクニカル的なサインはそうだけど、足元の、アメリカのいろいろな経済指標、例えば直近出た ISM っていう、まあ、景気の境目が50を割り込んだら悪いとか良いとかいうのがあるんだけど、それ見ても50割り込んでないでしょとか、アメリカの企業決算見てもそんなに悪くないじゃない、うん、どこにリセッションの要素があるのみたいな論者の方がいて、まあ、どちらもそれなりのこう納得感のある話を聞いてますね。なんか2つの数字が結構逆の意味を持っちゃってるみたいな感じで、うんうん、あ、おっしゃってる通りですね。だから GDP に軸を置くとこれはもうリセッションのサインですっていうのをみんな認めてるの、うん、だけど、月々出ていくこう ISM とか雇用統計とかいろんな経済指標ってあるじゃないですか、はい、それを見てみると50割れてないのよ、 ISM の数字が、うん、これでどう景気後退を判断したらいいのかなとか、あるいは、まあ、あの ISM の中にも非製造業と製造業ってあるんだけど、非製造業ね、サービス業とかああいったものなんかむしろ予想を上回ってよかったとか、うん、あれあれ どういうことなんですかっていうふうに、今あの小林さんがおっしゃった通り、 GDP のこのテクニカルな数字と直近出てくるこの経済指標の間で乖離が生まれてるから、こういうふうに論が分かれているっていうのが今の現状かなと思ってます。なるほど。なんかさっきなんかすごい専門家の第一線の方々がそれぞれのシナリオを持っているみたいな話が出たじゃないですか、うん、はい、2つ のシナリオって別まめるとどんな感じなんですか。簡単に言うと、当然来るでしょうっておっしゃった方は、はい、もうそれはテクニカルで現れてるんだからリセッション来ると。だけどアメリカ その今のこのダウとかの動きに関してはもう一段下げて終わりかなっていう認識のようです。つまりここから大暴落が始まってリーマンショックのようなものが始まるというようなことはその景気後退派の方でも考えてないみたい。なるほど。つまり今の水準でも結構下がってきてるよね。でもう一段明確に下がった方がむしろここがそこだって明確に分かるから下げてくれた方がありがたいっていう言い方してます。お、明確に分かりやすい。そう、もう一段 10% とか下がったら、ああもうここで終わりだね、じゃああとは上げるだけだねっていうふうにおっしゃってたので、この意見からしても景気後退派の方ですらそんなに悲観的じゃないというか、確かにそこを打てば上がるというふうな考え方をお持ちだっていうことですね、うん、このお話はだから特に機関投資家向けにシナリオを作ってる方のアナリストの方のご意見の話です。すごい価値のある。あ、そうです、そうです。なので
個人の方とまた違ってボリューム感、トヨタを何パー、トヨタはみんな持ってるわけよ、機関の方は、はい、じゃトヨタのパーセンテージを何割持って何割減らすかっていう勝負で、このブレ幅を 1% とかに狭めるのが機関投資家のやり方だから、個人の 20% 取りましょうとかいう世界じゃなくて、この幅をいかに狭めても 3% 切ったらもう全部ビッみたいな。どれくらい動くんですか、 1% とか動いたら。何億でしょっていう。だからその方向けに、じゃあどう機関投資家の方がポジションを取るのかっていうのを、まあ全体感でお話をする方なので、今みたいなこういうロジックなんですね。景気後退したとしてもアメリカの株価は一段下がったらあとは上がるだろうとか、そういうロジックのようです。 1% の勝負の、そう、ここの範囲の幅の中で収めて、それを上回るパフォーマンスを取れば機関投資家は勝ちだけど、うわ、 3% 下がったらもうクビみたいな。プロのしのぎの世界。そうなので、よりセンシティブか、センシティブというか、そういうちょっとタイトなシナリオを当然立てますよね。理解できます。勉強になるなって思って聞いてました。一方で個人向けの方はやっぱりもうちょっと幅広いじゃないですか。別にここから 10% 下がって、じゃあここで出庫読めばいいですし、あるいは上も 20% とか 見ればいいわけなので、もうちょっとこう幅がざっくりしてますよね。で、先ほどお伝えしたように、景気後退来ないでしょっていう方に関しては、今本当に CPI の数字が 9% を超えて、消費者物価指数が 9% を超えてきて、このあとおそらく上げ止まるか、この物価の上昇率が止まってきたとすれば、そんなに利上げも急ピッチでできないし、足元の経済指標を見ても悪くないし、アメリカの企業業績も悪くないから、まあこの辺りなんじゃないのっていう意見ですね。そんな風に分かれてます。でも皆さんやっぱり押したらもう一度アメリカ株は上がるっていうのは、やっぱり両者2人とものご意見では一致してますよね。 どこまで下がるかはちょっと別なんですけど、なんか話聞いてみたら結構なんだかんだ言いたいことはなんか似てるなっていう感じですね。確かに。そう、あの最終的なね、最終的な、うんうん、だけどいきなりじゃあ 今からこう急反発して上昇するかとか、うん、いう話では多分ないんですけど、うんうん、景気後退派の方と景気後退しないだろうっていう方で、まあまあそんなに確かにおっしゃる通りね、うん、違いっていうか、アメリカ株が一旦、落ちれば反発するっていうのは同じですね。確かに。これ個人の投資家さんって基本的にはどういうスタンスでこれを物を捉えていたらいいんですかね。今はでもそうですね、この両者の考えを見てると、まあ、今の水準で、一旦仕込むのか、もう一段下がると思ってる人もいるので、うん、そこまで見てからがいいっていう人はそこを見るまで待つかっていう感じですかね。なるほど。 1% とかのなんかで勝負してるプロとかはセンシティブだけど、うん、なんか個人投資家さんって別にそこまでじゃないですか。そう、指数に関してじゃあ 5% 下がったからって別にホールドできますよね、うん、個人の場合は、うん、ホールドしたまま待てるし、上がってくるの待てるけど、期間は多分もう切らないといけないから、ここはもう全然スタンスが違うと思うので、私は個人として持てるから全然余裕を持って下がってきたところでもう持って放置してる、うん、でいつまでに決済しないといけないとかもないから、うん、そこは個人のちょっと気持ちの楽なところかもしれない。ゆったり構え、うん、あ、なるほど。なんかそれをきちんと分かってれば、そうですね、ゆったり構えられますね。ただちょっと今ね、米中関係がぎくしゃくしていて、ペロシさんっていう方が台湾に訪問してっていうことでちょっと騒がれてるんですけど、まあ今のところ株式市場はそんなに荒れてないです、これに関しては。報道ベースではかなりこのニュース多いですけど、株式市場ではそこまで米中が直接的に軍事で対立したとかになってないので大丈夫かなと思うんですけれども、もしここが何かこう大きなことになってくると、いろんな前提状況が変わるので、ウクライナのように、はいはい、大きなことになる可能性があるんですが、今はちょっと今日の収録段階ではそのようなことは見られてませんね。報道ではたくさん報道されてますけど、株式市場ではあまり意識されてないって感じですね。確かに中国って台湾とどっかの国が
仲良くしたり、ゴニゴニするとめっちゃ反応しますもんね。そうですそうです。でロシアがウクライナに侵攻したように、中国も台湾のことをねずっと、ね、狙っているというか、うん、一つの中国っていうふうに考えているので、うん、ここは結構センシティブな問題ではありますね。今なんか日本にも中国の弾道ミサイルが、そうそう落ちたのよ。これも初めてのことだから、うん、ちょっと地政学に関しては私たちが今思っている以上に大変な状況だっていうふうに軍事の方々とかに聞いてます。そんなふうに、なるほど。ちなみにそこがバチバチになっちゃったら、うん、どういう未来が待ってるとかってあるんですか、シナリオとかって。まずちょっとドルが円高に一旦9円ぐらい円高に増えたんですよ。139円から130円ぐらいまでバーンと下がって、これはありますね、この地政学の問題はあります。なので円高になることがありえますね、もしその何か起きたら。で円高になると、今円安をベースとして日本の企業業績良いというふうに考えているので、日経平均にも影響出てくるので、そこは何か起きてしまうと日本経済はかなり影響を受けますね。円がもうものすごいことになっちゃうじゃないですか。お腹上がってまた、そう、そうすごい動いたので今回。でも9円も下がったのに日経平均全然それに連動してないですからね。なんかもう139円ほどまでの円安は日経平均に織り込まれてなくて、逆に行き過ぎたので、でふやふやしているうちに130円まで下がってると133ってなってるんですけど、130円くらいの織り込みなんでしょうね、日経平均って。この上の9円は織り込みじゃなかったってことですね、今の動きを見てると。結論どっちつかず感が多いですね、数字が。すごいいろんな数字が、いろんなね切り口の数字があって、どう解釈されるかによって本当にマーケット動くので、難しさはありますけどね。世界ってこう本当に 1% とか 0.7 みたいな数字の世界だから、結構その情報とかに個人投資家さんもこう、え、そうなのかなって思っちゃいますけど、個人投資家は割とゆったり構えてればいいっていう感じですかね。そうですね、スタンスの違い、期間が決められてないし、別に今 10% 下がったとしても、切らなくてもいいので、個別銘柄ちょっと別ですよ、でも指数とかに投資している場合は、いずれアメリカ株上がってくることを考えると、一旦仕込んでおいてちょっと待つみたいなことができるのが個人の良さですね。なるほど。来るのかな、来るのかなって僕も正直ずっとそわそわしてたんですよ、ここ数ヶ月。マムさんの話を聞くと毎回なんか安心するみたいな。そうか、来たとしてもその後のシナリオがそうだからそっかっていう感じですね。なるほど。いや、もういつもありがとうございます。はい、ありがとうございます。ここまでご覧いただきました皆様ありがとうございます。今回の動画がいいなと思っていただけた方は、ぜひいいねボタンとチャンネル登録、通知ボタンまでよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。